大阪の伝説を作ろうと思って最近ホストしてる。うん、頼んだ。テキラ頼んでいい？実は俺の本当の狙いはね、店舗売上ワンツースリーフィニッシュなんだよね。リュグド、バルハラ、大阪でワンツースリーフィニッシュ取るって。またいい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 もう早い早い早い、もう来たばっかり、爪もやってない、もうちょっと待ってください、用意させてください。歯磨いて今日、暁を再現3人来てるんで。そうなんですか。そうなんですよ、最強の道始まっても最強の道が。いや、インスタ見てますよ。あ、そうですか。人集めようと思ってね。もうめちゃめちゃやってますね、もうね。やっぱ俺が作り上げる暁それができなければ下手打ち。はい。あれ、暁行くなんてもう来月とか再来月ぐらいですか。9月やから、それに向けてほんまに1からで、大体オープニングメンバーを、ね、15人か20人でやりたいんですよ最初。そうっすよね。1からで、そんで最強になるというシナリオ通り、俺はそうそう光の方に。あい、マキさんが使うんですか。はい、マキさんのやつ使うんですか。そう、楽しみです。使うよ。何やねん、これ。何やねん、これ。何やねん、これ。いいっす。電気張ってるぞ、かかってこい、このガキ。そら、やばいっしょ、あれあれ、暴れてるやん、もう。楽しいっすよ。暴れてまうわ、みたいな。暴れてるっすやん、もう。あかんやん、絶対。楽しいっすよ。仲間取りますよ。おー、今現状1600万とかですよね。1600です。おー、最終着地そんぐらいですか。さあ、楽しみにしてる。おそんなんかんて。トップ姿使ってます。あ、タンクトップ、これほんまに。そんなんかんて。ゆうはの兄貴、今月はどうですか、調子は。あー、ちょっとさせてください。え、そうなんすか。はい、まあよし。今月今何倍くつくらいですか。え、今何歩ぐらいなの。6、7とかじゃないですかね。6位ぐらいやったはずですね。今月まだ全然あれしてないんで、何もこうバーンっていうのは何もしてないんで、こっから。なんか1億はいけそうですね。微妙ですか。マジで気合いっす。はい、なんか前回の時、ミオさんが俺1億無理だと思ってるよって言われてたじゃないですか。はい、あれちょっとピキッときました。ピキッときたっていうか、結構 いけるくねって思ってたんで。ああ、なるほど。そこの読みはミオさんの方が甘かったかなと。赤月お大元いっぱい来てますわ。赤月お大元がもう3人も来てるんだ。3人もね。俺が作り上がる赤月。おいおい、いや、もう来てくれてるんで。あ、カメラ映ってますよ。見てくれてるみたいなので。入店です。即入店で。はい、もう全然もう入っていただける。まあ僕一つだけ欠点がさ、はい、服全く持ってなくて。あ、大丈夫です。練習こんな感じなの。はい、いいっすよ、いいっすよ、全然。なんかじゃスーツなんか上げれるもんあったら上げるんで。とか、まあいろいろ、まあ丈が違うかでも。まあまだっすよね、あのシステムまだ聞いてないです。そうですね。あの今から多分説明してくれる。わかりました、ありがとうございます。お願いします。あれ、後で写真撮る。あ、ありがとうございます。これデカなるで、俺の店、これどうするろ。最近、はい、インスタとツイートもちょっとおとなしくなってきた。あ、もうそれは意識しよう。うん、ダメだよ、時に作っちゃう。はい、うん、でも、前向きに頑張ってるね。そうですね、もう出店に向けて。そして、いつか
ゆうの気持ちまで分かるようになったら立派になるやろな。若月はお前でかくする。若月は最強にするので任せてください。箱大きくできたらいいな。まあ、ポテトいらんとしようは。おめでとうございます。出来上がってるぞ、かかってこい、このガキ。そら、店売りは店売りが8820円。はい、あ、やばい。もうあと2日で、あ、説明がね、2日で残り1100万ぐらいと、いいペース。あと2000ですよ。今日で1億超えないと無理だよ。鉄は叩いて、うん、だって今8800でしょ。はい、今日で1億超えないと1億1000は無理じゃない。1億1000。あー、そっか、1億って言ってたもんね、動画では。まあ一応前回の記録は超えたいよね。だってペコミちゃんそういう話。まあまあちょっと緩くなってるかな。言ったことははいってやんだけどね、はいって言っててどうにかなると思ってるんですから。結局俺と優がキキ騒いで始まる。大阪の伝説を作ろうと思って最近ホストしてる。うん、頼んだ。ああ大丈夫。あの八代タイムまで飲まないのよ。ありがとう。でもやっぱソフトにすすりながら会話するってどっちが大事やねんって思うか。八代タイムってお酒飲んでいい時間。おじいちゃんじゃない、忘れちゃうんすよ、お酒飲むといろいろ。お礼連絡は営業5日起きた時って決めてるんだけど、喋ったことを絶対入れたいというか、入れれなかった時の悔しさってやばいよ。だから11時までは喋る、相手のことを覚える、11時以降は俺の時間俺のターン。今日はこれ話した、次会った時はこれ話した。やっぱその積み重ねってさ、思ってる以上に大事じゃん、基礎だけど。でなんか来てくれた、ありがとう、本数つけに来た、会いに来た、相手に何残ったかなだけサボりたくないなと思って、うん、だからそこ考えたら飲酒はちょっと本当はもう飲みたい、実はもう飲みたいんだけど今我慢してる、うん、我慢。誰のおかげで売れたか言ったでや。八代会長です。ごめんなさい、私2人を一生応援します。ありがとうございました。はるか、あっちにテキーラ5個お願い。八代タイム、八代タイムよ、待たせたな。やったー、イエーイ。じゃあ俺行くわ、1人で行きます。いいよ、いいよ、行きますか。とりあえずテキーラ27杯ください。どんなどんな、テキーラ頼んでいい。飲もう、テキーラ飲もう。了解。じゃあテキーラ5杯で。テキーラミオさん5はちょっと申し訳なくできないでしょ、そんな。じゃあ5本にしよう、全部。
ッケー。あ、これもう他のホストと約束したわ今この店。え、なんで？めっちゃな。私のホストです。あ、本当に。じゃあ俺のテキーラの向かう見て考えようよ。公認されたようで、お客様の、お客様が神様になってしまうところである。あ、お怒りになられて、お客様が神様になる瞬間である。いや、何十万の重さを教えてあげようと。はい、やって、俺広島の葬儀行ったことあるね。でもよかったよ、俺がご機嫌取るきっかけができて。よかったよ。そうだよ。あ、ありがとうございます。これはもちろん変わる。ありがとうございます。やったやった暑いな。さてさて、うん、さっきなんか皆さんのお宅で、まあ、ヘルプの塗装みたいな。ああ、ちょっとお客さんを置いて。うん、え、なんかそんだけ一人だよ。新人がなんかやらかすし、まあ女の子機嫌取るきっかけもらえたし、いいんじゃない。女の子の機嫌さ、やっぱ普段取ることないじゃん。おーみたいな。うん、あー、なんか、うん、そっちの方がいいっしょ。なんもないより、むしろ、あー、話すきっかけできたみたいな。って言って感覚わからねえ、何も考えてねえ。ねえねえ、ショットグラスちょうだい。テキーラなみなみで。はい、今日俺ってテキーラ何杯頼んだの。今日は50以上は行ったね。はい、本当になみなみだ。感謝の気持ちを表現してくる。じゃあ7月29日、全体終了始まります。お疲れ様です。そうですね、まあ1億までの目標っていうのがねあったと思うんですけども、明日、差額が、残り575万5000円で無事1億突破になります。で、本数の方はもう1145本なので、1200いきますねこれ。はい、なんで、まあ1000本っていうね、まあ目標はもう達成しているって形になります。1145なんで、1200本ね、ここでいけたらいいと思うんで、明日ね、まあ予定ない子もこの残り、ギリギリまで予定作ってね、1200本という数字に頑張って乗せていきましょう。お願いします。はい、最後に会長お願いします。お疲れ。働いてて面白いか面白くないか、1億上がってても2億上がってても結果そこだと思うんだよね。なんでって、結局女の子にそれが伝わるから。5000だろうが1億だろうが2億だろうが、余裕があったらアウトなんだよね。なんでって、手抜いた分女の子が損するから。ただそれだけの話だと思ってんだよ俺は。女の子は言わずにいなくなってしまう。いなくなってしまう女の子を、俺のことを分かってないって思うのか、俺が足りてないって思うのか、ただそれだけの作業の仕事なんだよね。足りてねえのに分かってくれる人がいるからやっていける仕事でよかったなぐらいにしか俺は思ってないのよ。この仕事100とか200あれば裕福な生活ができて、500行ったら偉そうにできるけど、結局んじゃ南を歩いてる女の子の何人に指示得たんだいって、それで自分って天狗になっていいのかいってとこだけ考えてほしいなって思うかな。トップになるホストっていうのは常にそれ以上が欲しいって思ってる。まあ、俺を好きでいる女の子が俺を好きじゃなくなるきっかけ作った方が恥ずかしいって思ってるんだよ。俺を好きだったはずの女の子が好きじゃなくなった、足りなかった。そこ追っかけてたら自然と数字なんて上がるでしょ。俺じゃなきゃダメだって思って接してたやつ、ただそれだけが勝っていく世界で、結局今日もそうだったと思うから、そこ意識して頑張ってください。はい、まああともう一つ、1億1000上げないと今月は失敗だよ。だって俺の売り上げが500くらいだから。俺今月さりげなく冬月グループの 1,2,3 フィニッシュ狙ってるから、達成して。今月は絶対そこ取るって決めてるから、俺明日入れないけどそこだけは確実達成して1億で満足すんだよ。 OK、 以上で。お疲れ。お疲れ。4月29日終了、終わります。お疲れ様です。お疲れ様でした。店舗の
歴代最高記録、はい、ナンバーワン石木玲君、おめでとうございます。まあラストを歌いながらは別に正直喜べなかったんですよ。じゃあみんななんでヘラヘラしてやってんのかな。あとちょっとやったんですよね。こと、今月の目標で言ったら1億1000万1200本、あとちょっと誰かが無理したらとか頑張ったらいける数字なのに、南一番の店出して頑張っていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、もしもし、ね、一瞬かけられます。あ、もう来た。あ、お疲れ様です。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。結果、1億と860。あ、本数が1195。了解です。分かりました。まあ、はい、1195。やっぱ爪が甘いですね。そう、爪が甘い。まあそれも今修例で言ってて、うん、うん、まあもっとお客様との向き合い方とかホストとしての向き合い方考え直しなっていう、うん、まあ、何よりここがチャンスだっていう勝負どころだって気づいてないんでしょうね。分かりました、うん、また連絡します。了解です、分かりました。はい、失礼します。はい、はい、お疲れ様です。はい、失礼します。今日は何の集まり？社長の方針を変える時期だと思う。せっかくゼロから作った文化のあるお店だから、この店は強い文化は負けない。